欢迎你收看今天文茜的世界周报。大家都还是很关心关于疫情的问题。其实某一个程度，除了美国跟英国之外，后来欧盟等于是自救，因为所谓的辉瑞疫苗是德国的生技公司 BNT， 他们协调了全欧洲，包括美国的默沙东13家药厂联合生产了 BNT 的疫苗，这才使得欧盟也脱离了疫苗短缺的状况。所以在过去，从去年12月一直到今年的5月底以前，全球的疫苗除了真正超前部署的以色列、新加坡之外，有很长一段时间各国都属于疫苗短缺的现象。这样的疫苗短缺的现象，台湾不是唯一。唯一的差别是，其他的国家，他们虽然在之前，因为自己不是疫苗生产国，但是他们的定量都是超过人口数的四倍以上，因为一个人要打两剂。那些国家本身一开始，像日本、像澳洲、像加拿大，他手中不掌握疫苗。他们没有做到像新加坡、像以色列超前部署，入主了 BNT， 入主了生技公司，这个生产疫苗的生技公司。于是怎么办呢？他们就把它定了人口数，加拿大是三倍，日本是四倍，澳洲是四倍，而且到现在甚至针对变种病毒 Novavax 还没有得到 FDA 的批准。这些国家看到了去年的惨痛教训，纷纷都学取了以色列，还没有批准前我先抢购，而且希望在自己的国内代工。我料取得在国内代工，他定的量本来日本对 Novavax 的疫苗很像台湾这一次所谓的高端疫苗，它是类似的技术，但是这里头的纯度稳定度还是有技术上的差别。 Novavax 被认为是全人第一个变种病毒跟极蛋白，就是蛋白质次单元的病毒疫苗。然后针对这样的一个疫苗，日本本来只定了5000万，后来他干脆直接定了1亿2000万。他的目的是什么？争取代工，这样我就可以确保我的国家不会饱受没有疫苗的痛苦。所以日本呢，虽然到了五月底，他的大量疫苗进来了，他 Moderna 进来，他的辉瑞疫苗进来，所以他才有余裕能够把 AZ 疫苗暂时不使用，把其中的124万库存的疫苗慷慨地提供给台湾。所以日本现在我们也可以看到他们到美国去的打疫苗旅行团是谁呢？当他有这么多疫苗的时刻，因为日本的顺序又是如此的，他跟台湾的顺序完全不同。除了第一项是医疗人员之外，他第二类可没有中央机关，没有总统府，没有行政院，没有防疫中心，他第二类是老人以及重大伤病患者。你可以想象吗？在日本人的心目中，皇室的地位就像信仰中的神一样，皇室也是按照日本政府的规定的年龄顺序采取施打。轮到他75岁以上他可以去，轮到65岁以上他才可以去。连日本的皇室都没有被列为第二优先列打的顺序，台湾是如此。那在这样的情况里头，日本慷慨地提供给台湾124万剂的 AZ， 我们都非常的感谢。可是日本为什么还有海外的旅行团？因为大家对疫情太害怕。当 Pfizer、当 Moderna 真的到了日本的时刻，他开始打的老年人65岁以上。可是这一波的疫情大家都知道，主要是以变种病毒，其中是加州变种病毒。加州变种病毒从去年开始就出现一个现象，年轻化，所以很多死的人是30几岁、40几岁的人。台湾如此，日本也是如此。所以日本50岁以下的人认为他们等不及了，于是这次的旅行团大概就以50岁的人为主，那常常带他的小孩，因为美国已经开打了辉瑞，12岁以上的小朋友可以接种，所以呢，父母亲就带着他的孩子到美国
去施打疫苗。整体日本到目前为止，整个六月到六月底，它施打的速度已经非常的快，目前一天施打100万剂左右。先月中旬，ニューヨーク中心部のグランドセントラル駅、新型コロナワクチンを予約なしで接種できる会場には長い列ができていました。中にはスーツケースを持った外国人観光客の姿も。 We asked if we could take the vaccine and they said yes, just take a line. In Mexico it's not easy to get access to this kind of campaigns.州では観光客を呼び戻そうと先月接種の対象を拡大。州内に居住または勤務していることを証明する書類がなくても接種を受けられるようになりました。こうした中、日米の旅行会社がワクチン接種ツアーを相次いで企画しています。跟着 NHK 的镜头，我们来到了推出日本疫苗接种团的旅行社。一人当たりの料金は航空運賃と宿泊代を除いておよそ10万円からで、3週間で450人の申し込みがあったといいます。観光したいとかそれが目的じゃなくて、もう本当に切実にワクチンを打つためにそれだけに来てるんですね。もう日帰りで来るような方がいるぐらいですから、夏休みを利用して家族で入国来ようかっていうお問い合わせ結構あります。NHK 联系上了一对住在东京的夫妇，因为两人年龄50多岁，不在日本优先接种名单之列。他们在上个月飞到纽约打疫苗。現地に着いたその日に接種会場に連れて行ってもらい、パスポートを見せるだけで接種を受けられたといいます。ワクチンは接種が1回で済むジョンソン&ジョンソンのものでした。为何要大费周章专程飞去美国打疫苗呢？因为日本虽然有疫苗，但是在继医护人员之后，目前仍在为65岁以上民众优先接种的阶段。案件によってですね、どうしても渡航しないといけない地域がありますので、今スケジュールを算定中でですね、これはもう待てないなということで現地来ました。はい、本当は日本で打ちたかったです。しかし待てなかったですね。本当に。日本政府新冠专家小组委员并不鼓励出国打疫苗。何か症状が起きた時に、アメリカで起きた時にはアメリカでどういうことが受けられるのか、あるいは帰ってきて、あるいは飛行機の乗ってる最中に、頭が痛いとか気持ちが悪いとか、熱が出たという時にどうしたらいいのか。话虽如此，但是截至六月中，医护人员基本完成注射。而日本65岁以上施打完第一剂的大约30%，完成两剂施打的大约有5%。在疫苗与病毒赛跑的此刻，日本国内要求开放一般民众施打疫苗的呼声也越来越高了。主に重症患者を受け入れる川崎市の大学病院。重症患者14人のうち60代以下が急増し、9割を占めています。若い人たちが多いね。まだワクチン接種が進んでないからな。多くが変異ウイルスに感染したとみられ、自力で呼吸ができない危険な状態。しかもこれまで有効だった治療法が通用しないケースが相次いでいるのです。今まで治ってた人たちがなかなか治らない。治療戦略を少し変えていかないといけないのかなと。変異ウイルスに感染したとみられる40代の男性です。6日でですね、症状が出てからあっという間に顔をしてきた。ものすごく早い。発症からわずか6日、白く見える炎症が肺全体に広がっています。従来のウイルスでは見られなかった速さだといいます。男性にはすぐに炎症を抑えるステロイドなどが投与されました。これまで治療の要となってきた薬です。しかし呼吸機能は低下し、意識のない状態が続きました。なぜ治療の効果が見られにくくなったのか。突起の構造が変化した変異ウイルス、従来のウイルスに比べ細胞にくっつきやすく
より多く感染すると見られています。そのため、肺の炎症が広い範囲で起こる可能性があるのです。もしもし、突然お電話申し訳ないです。私、聖マリア内科大学救命機。症状の改善が見られない40代の男性。医師は家族に最後の砦といわれる人工心肺装置エクモを使わなければ命が危ないと告げました。我々としてはもう今日今から始めた方がいいと判断しています。それぐらいの勢いでご本人さんの今の呼吸の状態は悪くなっているという判断です。新冠变种病毒不断出现，除了现在大家所熟知在日本和香港造成大流行的 N501Y， 东京大学医学研究所警告，还有一个必须更加小心提防的变种。佐藤准教授が注目しているのは、アメリカ・カリフォルニアやインドなどで見つかったウイルスが持つ L452R という新たな変異。アジア人に多い免疫システムの一部をすり抜ける特性があるといいます。 L452R という変異は、日本人に比較的多い細胞性免疫の免疫から認識されないという特徴を持っていますので、さらに L452R による感染力の変化について細胞実験を行うと、イギリスで確認された N501Y 変異などと比べ2倍余りに上ることが明らかになりました。若い世代も重症化する変異ウイルスから命を守るには、ワクチン接種のスピードアップが欠かせないと訴えています。できるだけこう急速にワクチン接種をしてウイルスを撲滅するようなやっぱり動きをしていかないと、もう鍵となるのはもうワクチンしか今ないんじゃないかなと思いますね。日本政府开放1000人以上企业级大学申请接种新冠疫苗，预计21号开始施打。使用するのはモデルナのワクチンで、費用についてワクチンは無償ですが、経費は接種1回あたり基本2070円が国から補助され、残りは各企業などが負担することになります。昨日は100万回を超えてきました。今年の10月から11月にかけては、必要な国民、希望する方すべてを終える、そうしたことも実現したい。日本疫苗接种在6月9号突破了2000万剂次，菅首相预期日本到6月底可以达成接种超过4000万剂，一步步朝摆脱新冠噩梦的目标前进。